日本愛知県岡崎市の利川町鳥川町は愛知県岡崎市ぬかた地区の町名。定番を持たない単独町名であり30の小技が設置されている。鳥川町はホタルの里とも呼ばれ、多い時だと一晩で1000匹を超す源氏ホタルが飛び交う。6月になると人口163人の町に1ヶ月で約3万人が訪れる。 1950年から60年代には農薬や河川改修工事などの影響でホタルは絶滅状態にあったが地元住民は1994年にトリガーホタル保存会を設立住民らの努力により市内屈指のホタルの生息地に生まれ変わった2015年から一番あたりの最大数が1400を超えるようになり2018年は1462匹を記録した 小高い山々に取り囲まれた鳥川町は山に染み込んだ水が至るところから湧き出しており、総称して鳥川蛍の里遊水群と呼ばれる。鳥川蛍の里遊水群は2008年に環境省の主催する平成の名水百選に選ばれ、2016年3月31日、インターネットによる人気投票で昭和と平成の名水百選を合わせた中から、 秘境地として素晴らしい名水部門の一位に選ばれた。現在は4箇所の湧き水がある。そのうちの一つ、延名水は1981年に旧ぬかた町の町道が開通した際に地元住民に発見され、その美味しさに命が伸びる思いをしたことにちなんで名付けられた。2018年1月、ぬかた地区における所得の向上や雇用の増大を目指す。 岡崎市ぬかたブランド協議会が設立された。同協議会は農林水産省の農産漁村振興交付金都市の補助を受け様々な事業を展開。同年7月21日から各店がぬかたの長南水の湧き水を使ってオリジナルかき氷を提供するイベント岡崎かき氷街道を始めた。初年度は岡崎市ぬかた商工会主催で行われた。 岡崎かき氷街道は2021年には2点が、加わり9点となった。鳥川町では2点営業している。2019年5月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡町川村を前身とする。1889年10月1日。 鳥川村は、細光村、滝尻村、淡淵村、片寄村と合併し、高富村となる。1906年5月1日、高富村は、豊岡村、栄江村の一部と合併し、豊富村となる。1956年9月30日、豊富村は宮崎村、形谷村、下山村の一部と合併し、ぬかた町となる。 2010年3月に閉校となった岡崎市立鳥川小学校の校舎は整備され、現在、岡崎市ホタル学校として使用されている。ありがとうございます。